試合前ってロッカールームでどんなことするんですか？試合前は、だいたいね、チームによって変わるけど、だいたいね、1時間半前ぐらいに、試合のキックオフの1時間半前ぐらいに、ロッカールーム入るんだけど、バス到着して選手入りますみたいな時、1時間半前なんだけど、それぞれ例えばストレッチしたり準備したり、なんかシャワー浴びてる選手もいれば、ちょっとマッサージ受けてる選手もいて、だいたいねアップが始まるのが40分35分前ぐらい、キックオフの多分そんぐらいだった気がする。それまではもう自由だよ。何もしてない選手もいる、音楽聴いてる選手もいるし、結構ね自由で、うん、チャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。